スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ今回はですね、うん、まあ珍しく商品紹介ではなくてですね、ちょっとご報告の方をさせていただきたい。結婚おめでとうございますお出だったの、とうとうあの例のあの方と、誰適当に言い過ぎ依然として僕は変わらずですけどもどうやらそのようで、いつの間に その報告は聞くことはもう二度とないちょっとすいません、 ご結婚ではないんですけども。あ、違うんだ、はい、すいません。じゃあいいよ今回 FB37 なんと船舶免許2級を取得しました。おー、なんか半年みたいになってるけど、はい、見てください、こちらですね、隠さなきゃいけないとか多すぎてほぼ分からない状況ですけどもこういう免許証になっております。今回ですね、うん、僕はですね、うん、国家試験を受ける形の、まあ、こういうね、まあ、問題集がありまして、実技と学科を受けてそれが合格点に達してれば合格という、やつをやったんですけども、自動車のやつとあんま変わんないかな、うん、受けたことないのに、聞いた限りでは聞いてないよね絶対。船舶免許は一応ね66%、33%だったかな、そんぐらいあってれば合格なので、うん、そんなにあの難しくはないです。海に落ちてしまったと、うん、どうすればいいでしょうかみたいな、うん、服が重しになるのですぐ脱ぐみたいなあのやたらと脱ごうとするから脱ぎたがり、脱ぎたがりなんだ。脱ぐのが合ってるわけない。あとやっぱ生きてる答えは全部間違いだから生きてる自分は事故をしないみたいな僕は自己採点で46問正解で50問中、おー、まあほぼ安パイで合格してきました。へえ、はい、おめでとうございます。まあこれからシーズンになりましたらちょっと船に乗って、うん、そちらの方も動画にしたいと思っているんですけども、実は僕今年から、うん、まあ釣り何回も行ってたでしょ、はい、そのために動画は撮ってたんですよ。はあ、でもろくな超過じゃなくて聞いた限りはね、うん、大体ダメだったね。今回はもう一挙それを、うん、まあ今回記念じゃないですけども、まあついででご紹介しちゃおうと。はあ、なるほど。釣り事前動画として皆様に見てもらおうと思います。どうぞ。はい、始まりました。 FB の釣り動画、タイトル（未定）でございます。今回は0回ということでですね、イカダにやってまいりました。イカダ釣りはですね、なんか団子釣りと呼ばれるですね、餌をですね団子で固めて落とし込んで釣る釣り方で、クロダイを、狙う方が多いので、そちらの方でなんとかクロダイ大物を狙っていきたいと思います。というかまあ何回も来てるんですけども、この動画撮るのもう3回目なんですけども残念ながら釣れてないので、釣れたら晴れて第0回ということで、いきたいと思いますんで今回も、猫マグロさんおまけ、おまけで使いましょうこの猫ね、私も悲しいからいや、なんとか今日は本物頑張りましょう。ちなみに前回はアジ2匹でした。いい、とりあえず引きますわ、はいはい、あーでも引けるな、とりあえず引きます。引けるな、引いた時の引きがすごい。いや、フグじゃない、フグじゃない、うん、気をつけて気をつけて、はいはい、結構もう近いです。なんだこれ、アジだ、アジだ、でかっ、危ないな、でかっ、いやー40超えてんじゃないですかこれ、でっけー、アジ、かなりでかいアジが釣れました。ここに来て今までちょっと何の当たりもなかった。おお、やばいやばいこれ34、おお、でもなかなか立派な、なかなか十分でしょう。やったおお、また開け、まだまだまだ、次いクロダイさんでございます。と33、イエーイ、とうとう動画かこれこの13回目につき、まあ、とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。来た、
状況再現すげえ。はい、今クソデカ青物がかかっております。エルビスナオ、はい、なるほど。なかなか、なんか稲田かな。やっぱ字幕で正しいのが出るはず。稲田だと思います。でかい、40ぐらいですか。ありますね、いいですね。お見事。とりあえず餌はまだあります。今クソ油断してた今。ですね、今多分稲田だと思うんですけども、結構引くものがかかりました。多分横に走ってるのは青だと思う。大当たりはカンパチですよ。で見ました？見えた。何その反応。頑張る。マジかって。よー、もらっちゃう。でっけー、です。でっけー。帰る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 帰りしたいな。針だけ返してくれませんね。僕ら止めないんで。僕ら止めないんで、針だけ。はい、今謎の何かが釣れました。かなり引きましたが、これはね、ひょっとしたらひょっとするな。ほら見てください。ちょっと、過去最大じゃないかこれ。赤メフグじゃないかな、多分。でかすぎる。27、8とか。クロダイ。これはね、はい、またフグじゃないか。これクロダイじゃない。フグだったら突き落とします。上げすぎ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 。あー、ふざけんな。ふざけんな。あー、やってやんねえよ。さあ、その中で放置してる放置竿として使ってるんですけど、なんかかかってる青物っぽいかな。青物っぽい、青物っぽい。下にいる、下にいる、下にいる。でっか。そう、でっか。ちょっと、誕生日プレゼント。やった、でっか。いいサイズ。いや、しかもトマン気持ちよ、いい。はい、今日は大量でございます。シマアジ8匹、これは素晴らしいですね。シマアジ1匹釣るだけの嬉しい。今回8匹釣れましたから、今年一番の釣果といっても過言ではないんでしょう。正直クロダイよりも嬉しい。そんな笑える。いや、受けたね。エオヤが沈んでマジ受けたよ。いやー、面白かった。うわー、アイルビーバークとか言ってな。いやー、面白かった。そんな面白いところはね、ダイジェストにしなくて。確かに。あのね、ほんとね、うん、海の撮影は難しい。ああ、これだからもう船に乗った時は本当にちゃんとしようと思って、うん、あのね、やっぱ風が強くてね、音が厳しいんですよ。はいはいはい。そう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 。じゃあまずは風を止めないとね。あ、風のクリスタル割らなきゃ。パリーン。まあ、あとは、あとは釣れた瞬間にビデオカメラ、そう、あの起動しても若干遅いの、やっぱ。もう、巻いてさ、もう釣れますよぐらいの瞬間もあるから、うん、そこら辺の方ところちゃんとで解決した上でですね、釣りの動画をね、うん、上げれればと思っておりますので、はい、皆様、ぜひアップした際は皆さん見てみてください。見てください。MSSP の動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。 MSSP はですね、YouTube そしてニコニコ動画の方にチャンネルを持っていますので、はい、ぜひご登録の方をお願いいたします。お願いします。登録の、ね、ボタンの方は、ね、聞いてないぞ、こちら、上の方に必殺技のアンジェロらしか聞いてない、ね、あとは下の概要欄にもですね、URL がございますので、そちらの方から、ご登録の方をお願いします。飛んでない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 。
チク。アンジェロ。うえ。誰？